二丁祭以前今日は二から三年頃とは、江戸時代の大阪の浮世絵師、木賀作者、仮の葉の小芝隼人の門人、生は不明、名は半三郎、俗称松屋半三郎、下作号を酒中仙と言った、京町三丁目新南馬橋付近に住んでいた。元来は、酒造家であったが、加算を使い果たして骨董商を営んだという、絵を描き始めたのは、 骨頭症になってからと推測される。安永から天明期を最盛期として完成まで活躍した。略筆体で人間の手足を細く描いた個性的なトバイで知られており、滑稽の際に富み、極めて軽妙な筆使いによって、蘇我でその意を表すのに妙を得た。天明期には、二朝彩の洗面が非常に流行したといい、肉筆画も多数ううあり、 また、義太夫に巧みであった。安永九年の三都の芝居名優に顔絵集、絵本水なり空三巻三冊、天明七年の大阪の変人十六人を、取り上げその気候ぶりの一端を義画化した、が話、二朝祭四巻四冊、完成五年観光の、軽筆と馬車三冊、今日は三年の京藩の年中行事を描いた、絵本カらかさね、文化二年の、 絵本古鳥塚飛散殺などを表しており、いずれの作品も異彩を放っている。絵本カツラカサネの序文に、アーナムさん、宝今なりのリボを確かとあり、この半本は二朝祭没後の出版で、この少し前に亡くなったと見られる。同著では、二朝祭はよく、世界は、これすなわち一つの大儀場だと語っていたという記述があり、また二朝彩は、 悲卑非膜も避けためなと掘られた人を送ったような印象を用いており、堅苦しい世間を笑い飛ばす二長僧の姿勢が伺える。地は仮の葉の絵師とされるが、作品には仮の葉の影響はほとんど見られない。トバエで評判を得たが、二丁僧自身は手足が長いだけのトバエと一緒にされては侵害だとし、自らが目指すのはトバ奏上の高みだと語っている。しかし研究者からは、 やはり二朝祭は、トバへの影響を少なからず、受けたことが指摘されており、他に、トバ僧城はもとより、大津へ、江戸中期の画僧、名誉マレコや、良佐武尊のギガハイガとの類似が認められる。トバ絵本では、何はつに、梅貝ならで二朝祭、古金銀に王儀に取ると歌われ、千面画を多く描いたとされるが、現存数は5点ほどである。他に、金本、 中心蔵を題材にした肉筆画が複数確認されている。半本では、役者絵本、絵本水や空の画風は、情報役者似顔絵発生の一基礎となり、ほぼ同時代に活躍した流行才女お及びその、門人たちに引き継がれた。また、ギガに見られる独創的な発想は、宮武骸骨や岡本一平など、後の鏡画に大きな影響を与えている。なお、 二朝祭の絵は、とりわけ大正期から第二次世界大戦にかけて人気が高く、画風が越見地説で、素人風にも見えることからか、岩作が数多い。また、愛前後する時期に、腰取祭や鉄朝祭など、鳥の字が付く画人が大阪におり、彼らの筆と応募式作も、二朝祭と極めて似た味わいを見せるものが多いという。には当然、作品自体の熟や、 楽観焼き順位の確認が求められるが、他の着眼点として二朝祭はかなり達筆であり、画面中の牧書が下手な作品はまず眼作と考えてよい。また、新しい本紙に立派な表具を施した作品に眼作が多いという。ありがとうございます。